ね、じゃあ佐久間さんはないんですか。ああでもその違います、はい、あのない理由の一個に、はい、そのゴッドタンって番組やってるじゃないですか、はい、であれキスガマン選手権って番組あって、あったな、あれってあれに出ると AV 女優ってあの頃ですよ、うん、なんか売り上げが10倍になるっていうことがあって、その接待に会いまくりそうになった時があるんです。で僕は断ってたんですけど、やばいから、はい、そういう人たちってやばいかなと思ったんですけど、はいはい、下の AD とかあとはそのキャスティングにオーディションにつながる子が接待を受けそうになってた時期があって、はい、その時にもうキャスティングに関わる、ゴッドタンのキャスティングに関わる人全員女性プロデューサーにしたんです。はあ、危機管理だ。危機管理、それでゴッドタンって番組はトラブルも起きずにやれたというか、はいはい、それが多分結構分岐点だったと思うんですよね、トラブルが。なるほどね。